まずは今年初めてのタイトルを全員で取ることができたっていうところは、まあ非常に大きいと思うんですけど、まあ守備の部分では2失点してて、今シーズン初めての複数失点なんで、まあ、そこの部分の課題というところは謙虚に受け止めて、次につなげたいと思います。まあ、リーグ戦とトーナメントの戦い方の違いっていうのは、まあ、選手もスタッフも全員が含めて、まあ、理解しているつもりで戦ってるんで、まあ、最後にどんだけ内容が良くても負けてしまったらトーナメントな何も残らないっていうのが、まあ、みんなしっかり理解してるんで、まあ、そこの部分はしっかり勝負にこだわるっていうところを、まあ、全員が、まあ、意識して戦えたんじゃないかなと思います。まあ、学年が4年になって去年4年生がやってくれてた部分を、まあ、自分たちがやらなきゃいけないっていう、まあ、責任の大きさっていうところが、まあ、4年になって、まあ、感じる部分でもあり、まあ、試合の中でやらなければいけない部分でもあるんで、まあ、そこの部分をやりながら、まあ、自分はフォワードなんで、まあ、その中でも結果を残していかないと、自分の将来もないと思ってるんで、まあ、そういった部分では、まだまだ足りてない ないなと思います。まあ、去年おととしとインカレで、ベスト8っていうところで全部負けてしまってるんで、まあ、そういった部分も含めて、まあ、全国でどんだけ戦えるかっていうところが自分たちの最大の目標なんで、まあ、この九州で優勝した、リーグで9連勝したとかそういうのはもう全部除いて、まあ、しっかり全国で戦えるチームっていうのをもう一回作り上げて、まあ、全国の4強以上っていうところを、もう一回本当に狙っていけるチームにしっかり作り上げていきたいと思います。まあ、そうですね、今シーズン始まるときに九州全冠しようって言ってシーズンがスタートしたんですけど、まあ、天皇杯はギラバンツに負けてしまって、まあ、その全冠という夢が立たれてしまったんですけど、まあ、しっかりこの試合、この大会を優勝するためにすごい高いモチベーションで臨むことができて、まあ、結果的に優勝することができたのですごいホッとします。まあ、1失点目したときに、まあ、失点しても絶対逆転できるっていう自信はあったんですけど、まあ、そこで追いつけてこのままいい流れで入れるかなと思ったんですけど、また失点してしまってちょっとチームに悪い雰囲気が出たんですけど、まあ、コーナーキックからいいボールが来たんでただ合わせるだけでした。まあ、そうですね、普段からそのセットプレーは練習してますし、まあ、あの大熊と川原からいいボールが上がってくるんで、まあ、中はもうそこに入って合わせるだけです。まあ、去年のインカレもベスト8で終わってしまって、まあ、この地方勢が勝つには、まあ、その関東関西の強いチームを倒していかないとベスト4っていうところには入っていけないんで、まあ、今年はベスト4に入るっていうのをまず目標にして、シーズンがスタートしたんで、そこを超えていけるようにしっかり準備していきたいと思います。そうですね、今日も素晴らしい環境を作っていただいて、本当に自分たちはこの応援とかその環境なしでは絶対勝つことができなかったんで本当に感謝しています。